ということで、続いては関西サッカーリーグ開幕戦の1日目、2試合目です。ポルベニルアスカ改め、アスカ FC とレイジェンド滋賀 FC の試合です。なんで写真から始まってるかっていうと、前の試合との間が1時間しかないからですね。撮れねえって。なので、写真とトークでお送りをしていきますけれども、この試合、見延直彦監督の2年目となったアスカ FC がペースを握る展開となりました。序盤からワントップに入っている日高選手の推進力を生かしながら、あと左サイドの坂本選手もですかね、このアスカ FC がペースを握って攻撃を仕掛けていきます。ただそのレイジェンド滋賀 FC も、まあ、僕個人的な印象からするとレイジェンド滋賀 FC ってちょっと押された時にあんまり粘れないっていう印象はあったんですけど、この試合はアスカ FC にチャンスを作られながらディフェンスでもうなんとか耐えて無失点で続けてなんとかチャンスを狙おうっていうところまではいけてました。ただその中で点を先に取ったのがアスカ FC でした。前半43分ですね、速攻から早い攻撃から裏に抜けた渡辺選手が1対1になってシュートを決めて1対でアスカ FC に先制点をもたらしました。それから後半ですけれども、後半もアスカ FC が、内容としてはおそらく後半の方がアスカ FC が攻めたなっていう印象ですけれども、では得点が入ったかというとこれは得点が入らず、まあ、逆にレイジェンド滋賀 FC が86分ぐらいですかね、非常に大きなチャンスを得たんですけれども、これが外れたことによって試合は1対0で終了いたしました。まあ、全体的にアスカ FC が8割ぐらいペース握ってましたけれども、まあ1点だけしか取れなかったのはちょっと意外だったかなと。レイジェンド滋賀 FC がよく粘ったな。もしあの86分のチャンスが決まっていたら1対1だったなっていうような試合でしたね。そうですね、開幕戦ということでちょっと硬い試合にはなるかなっていうところで、まあ、自分たちがやってきたパスをつなぎながらっていうのが、まあ、なかなか難しい中、向こうの土俵で戦う場面もあったんですけど、まあ、前半のうちに先制点、自分が、まあ、たまたま自分だったんですけど、そこをみんなのゴールかなって思いますし、まあ、何よりこの1点を守りきれたっていうのは大きいと思います。ですね、去年まではまあ、丁寧にボールを失わないっていうところもあったんですけど、まあ、今日の先制点みたいに、まあ、ショートカウンター、ロングカウンター前からプレスして、まあ、狙いのゴールができたかなと思います。まあ、2年目なんでもっとクオリティの高いサッカーを展開できればなと思います。まあ、まだ開幕戦ですけど、まあ、もっともっとここからいいチームになっていって、まあ、優勝を掲げているチームなんで、ここから連勝して優勝を目指してしっかり頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は勝利おめでとうございます。 ありがとうございます。感想からお願いできますか。いやちょっと硬かったですね、全体的に。まあ、ゲームとしてはですね、去年から積み上げてきたこととか、それから今年に入って新たにちょっと課題として付け加えたところをこのゲームで出してほしかったんですけど、ちょっとやっぱりまあ開幕戦とか、あとはまあ芝生だったんで、普段人工芝でやってるもんですから、ボールのパススピードがなかなか上がらなくって、ちょっとセーフティーなゲームになったかなっていうところがあるんで、ちょっと内容はあんまり良くなかったですけど、まあでも勝ったことに関してはね、まあ難しいゲームでしたけど良かったと思います。はい、普段ならそこはビルドアップっていうかね、ボールをちょっと丁寧につなぐところなのに早めにボール入れちゃって取られるとか、まあ、もちろんその後回収できてるシーンもたくさんあったんであれなんですけど、まあ、ゴール前に相手のエリアに入っていって、それからゴール前に運ぶところのその作り方っていうところがちょっと満足いくもんじゃなかったですね。でそれは多分ね、本当このここの天然芝素晴らしいんで、例
ただちょっとねちっこいところがあってボールが動かないんで、いつまだったらボールを差し込むとこを差し込めてないんで、多分それは多分選手がピッチで感じてた分かなと思いました。そうですね、1年目の時はまあチームとしてね、やり方が多分コロッと変わったし、去年開幕戦と2戦目負けてるんですよ。でなかなかこう自分が伝えたいことが伝わりきれなかったところもあったんですけども、終わりにつれてね、すごく良くなって順位も上がって、まあ、選手たち自信あると思うんでね。で今年そこに新たなちょっとオプションというか課題を付け加えてるんです。今日は全く出なかったですけどそういうところがね、選手の成長につながってやれば、まあ、ちょっと去年より課題上げてる分も含めて、期待できるところはあるかなと思ってます。まだまだね、うちのサポーター少ないんですけれどもぜひご近所の人とか周りの人を誘っていただいて応援に来ていただけたら、選手たちも励みになると思うので、ぜひまた、来場していただけるようにお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。アスカ FC の見延直彦監督でした。ありがとうございました。ありがとうございます。なんか出し切れなかったっていうのは、まあ、一つ目にあって、なんか不完全燃焼というか、なんかもう相手の強みを出されて、まあ、僕らは強みを出せれず、そのまま終わってしまったっていう印象です。まあ、自分たちの時間もあったんですけど、まあ、相手がボール持つ時間が多くて、まあ、相手の試合だったなっていうのが、まあ、最初にいきますね。まあ、やられてもおかしくない場面は、まあ、その他にもあって、もう日頃から1メートル2メートルの寄せっていうのは、まあ、監督が常々言ってるんですけど、まあ、まだ浸透しきれてないというか、まあ、その1メートル2メートルって、まあ、意識の問題なんて、まあ、そういう意識を、まあ、また来週リーグ戦があるんで、そこでまた積み上げていければいいかなっていうふうに思ってます。まあ、開幕戦は負けてしまったんですけど、まあ、来週ホーム開幕戦ということで、まあ、ホームで、まあ、勝ち点をちゃんと取れるように、まあ、また1週間今週積み重ねて、来週か、はい、積み重ねてアルテリーグ戦に迎えたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では圭選手でした。ということで、関西サッカーリーグ開幕戦1日目の第2試合、アスカ FC 対レジェンド滋賀 FC の試合お送りしました。結果は1対0でした。まあ試合内容ほどの差はつかなかったですけれども、見延さんのおっしゃってた通り、アスカ FC もじゃあ完璧だったかというとそういうわけでもなくて、まあだからこそこの1対0という結果になったのかなという気はします。レジェンド滋賀も僕はそこまでむちゃくちゃ壊滅的だったかっていうとそうではないと思うんですけどね。なのでまた次の試合、両チームの戦いに期待をしてください。アスカ FC は第2節は4月の16日11時から AS ラランジャ京都との試合です。太陽ヶ丘陸上、京都の太陽ヶ丘陸上競技場でキックオフです。一方のレイジェンド滋賀 FC もホーム開幕戦です。4月16日レイジェンド滋賀対アルテリーボ和歌山の試合です。ビッグレイクです。会場がだから11時に森山侍対おこしやす京都 AC、 そしてその後にレイジェンド滋賀 FC 対アルテリーボ和歌山という2試合続きの試合になりますね。こちらもぜひ1日楽しめる日になりそうですね。それではまたお会いをいたしましょう。加護信明でした。バイバイ。